カートスポーツ機構本部一般社団法人 SL カートスポーツ機構はレーシングカート関連の業務を扱う日本の一般社団法人。1974年にヤマハ発動機が中心になって創立したヤマハ SL カートクラブと全国のレーシングカートコースが加盟する日本カートランド協会の2団体を2006年に統合する形で創立。団体名の SL は スポーツレジャーの略。ホビーレーサー向けのレーシングカートライセンスとして、独自の SL ライセンスの発給を行っている。また SL ライセンス保持者のためのレースとして、全国各地で行われる SL カートミーティングの講演や、その上位者が一堂に会する SL 全国大会の主催も重要な業務の一つである。 もともとレーシングカート用のモータースポーツライセンスとしては、日本自動車連盟が発行するライセンスが存在したが、JAF のライセンスは、本格的なレース競技者向けのものであるため、講習等の手間がかかるほか、発給費用などの問題もあり、一般のホビーレーサーにとってはやや、オーバースペックなものとなっている嫌いがあった。そこで、SL カートクラブが独自に発給を開始したのが、 SL ライセンスである。JAF とは別個に独自ライセンスを発給しているとはいえ、本機構自体が JAF に加盟していることもあって JAF との関係は良好であり、JAF 側でも公式ホームページのレーシングカートライセンスの解説の中で趣味としてレースを楽しみたい人向けとして SL ライセンスを紹介しているなど、日本国内では JAF ライセンスと並び、 レーシングカート界の二大ライセンスの一つとしての地位を確立している。JAF のカートライセンスは満10歳にならないと取得できないのに対し、SL ライセンスはヤマハのトルコリラカートスクール受講者であれば満8歳から取得が可能である。また、古くはトヨタ 2000GT、最近ではレクサスルファのエンジンを共同開発するなどといったヤマハ発動機と トヨタ自動車の親密な関係を背景に SL 全国大会の成績優秀者をホーミュラトヨタ、レーシングスクールに特別招待するといったスカラシップ制度もある。そのため将来プロのレーシングドライバーを目指す子供にとっては SL ライセンスを取得して SL カデットクラスに参戦することでいち早く経験を積みそこからステップアップしていくことでプロを目指すというルートが キャリアパスの一つとなっており、単なる、ホビーレーサーのためのレースとは言えない一面もある。SL カート出身の有名ドライバーとしては、小林かむりなどがいる。なおもともとヤマハが母体となっている、カートクラブのため、同ライセンスで参戦できるレースは原則としてすべて、ヤマハエンジンを使用するのも、特徴の一つである。ありがとうございます。